と北野です。いやーバーモントカレーの CM 危なかったら出ても大丈夫です。わあ楽しみましょう。乾杯。はい、おはようございます。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 今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。晴れましたね。晴れました。晴れましたね。ありがとうございます。予報雨だったけど遅すぎ。いやごめんなさい、遅刻です。はい、1時間ちょっと1時間遅れ待たせてるからね。はい、そうですね。大変申し訳ございません。今変な人いるみたいな感じ出てるけど、いつも動画に出て協力していただいてる方です。方です。はい。の部下さん。の部下さん。今日は部下の連れてきて、はい、いつも大ファンで。あ、大そう、僕らの視聴者さんみたいで。じゃ実費でね。実費で。あ、すいません、ちょっと。大物。大物じゃ今日は、ひょっとこさんとおかめさんということで、ね。で、呼びます。ピー入れるのね。ピー入れるのめんどくさいんで。めんどくさいんでね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃちょっと今日楽しんでいきましょう。はい、楽しんでいきましょう。今日もう、豪華に今日仕上げるつもりなんで。はい、ありがとうございます。お願いします。よろしくお願いします。せっかく2社いるんで、はい。代表男にします。やりましょうか。で、何やるんですか。スタバで。あ、スタバ。ちょっとやっぱギャル感じたいんで。あ、そうですね。スタバにギャルいたんでね。ギャルいたんで。はい。僕と、はい、ひょっとこさんで男気。あ、わかりました。で、俺が誰払うか決、じゃその自分の会社の人間で誰払うか決めれるっていう。うわ。わかりました。だってもう、ほらもうすごいかも。じゃあ、いいっすか。せーの、おどぎじゃんけん、じゃんけんぽい。せーの、おどぎじゃんけん、じゃんけんぽい。しだろうで。なんで、じゃあ、お願いします。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございます。俺もう今日一日使わないですからね。お金マジハワイアンジュース、はい、ハワイアンジュース。あー、わかりました。で一緒に飲みましょう。行きましょう。すいません、怒りました。お疲れ様です。お疲れ様です。使わないです多分。はい、使わないです。すいませんでした。出発します。お願いします。お願いします。ボスちゃん、テンション上げてけって。お前遅刻してきたんだろ。お前遅刻してきたんだから。まあ、ちょっと今後の取引考えさせて。そしたら年はクビにするんで。はい、勘弁してください。承知いたしました。おめでとう。やば。いやでも取引先とこんなのあんまないんじゃないですか。そうですね。飲みに行くぐらいですよね。せめてそうですね。皆さんの私服の中で新鮮です。これ私服っていうか、まあまあ、はい、これたまたまね、これたまたま一緒に被っちゃって、はい、あ、そうなんですね、はい、同じところで買ってるんですけど。はい、なんかよマグロムって知らんすか。ブランド聞いたことない。あ、聞いたことない。聞いたことないですよね。結構最近来てるブランドなんですけど。はいはい、はい、よかったら後で URL を。はい、あとこの辺に。あ、はい。すごい、たまたまね、被ってね。はい、おかめさんはしてますよね。全部持ってる。全部持ってますね。おかめさんはさっきね、ひょっとこさん、はい、仕事の悩みを。そうですね。普通にカメラ描いて仕事。ちょっと弊社の技術部の人間なんですけど、かなり優秀な人材がちょっと心情の都合で急遽退職することになってます。めちゃくちゃ深刻ですよね。はい、ら僕らに相談したら、はい、たくさんお酒飲まされるみたいので解決する。あ、それでチャラです。楽しませる。そうですね。今日も忘れていこうと思います。エンジニアですか。そうですね、エンジニアの方なんですけど、なんか視聴者の方でもしね、はい、いらっしゃったらぜひとも。これ本気で説明します。本気で今がチャンスです。そうですね。ご連絡ください。バーベキューとか行きました今年。いや今年は行ってないですね。お盆何してたんですか。お盆は実家に帰ってました。あ、はい、熊本ですか。熊本でしたっけ。
誰と間違えてるんですか。失礼な。熊本ゆかりなかったでしたっけ。あ、そうですね、母親方が熊本の人間なんで。あ、ほら、はい、知ってる知ってる。その挽回したみたいな。知ってるんだから。結構知りすぎてて怖いです。カメさんは何してますか。私の実家に。あ、そう。え、実家どちらなんですか。実家は長野。え、そうなんですか。はい、おばすて山だ。出た。毎回言う。太郎の長野の。長野の。長野のボケボキャブラリーがそれしかない。おばすて山しか持ってない。カメさん、もともとさっき話したんですけど、足立区出身なんですね。なんか竹の塚の方に住まれてたらしいですよ。うわぁ、やんちゃじゃないですか。はい、ちょっとだけ。昔はやんちゃしてる。やんちゃしてる人言わない、それ。あんま言わない。で、あの足立学園でアメフトやってたらしいです。やんちゃしてない。じゃあ、じゃあやんちゃしてない。直進の方だったらしいです。頭いい。はい。全部言うじゃん。Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather free. Believe I'd rather free.と群馬心大佐です。うん、群馬の心はここー。ケンさんと太郎です。いやいや、すいません、ありがとうございます。これです、ありがとうございます。はい、念願でした。あ、本当ですか。絶対嘘じゃないですか。絶対嘘やん。いや、結構嬉しいですよ。念願なことあります。いや、生この距離がライブですかね。いや、よかった。いや、ちょっとやっと到着したんでね。はい、到着しました。こっちはあの、偉い…あ、そうです。そうなんです。はい、偉い組です。偉い組なんで、はい、テントサウナ作ってくれてるんで、はい、まあ、ここはちょっと日陰にもらいましょうって。あ、そう、はい、はい、やっぱ…あ、仕事が…仕事もね、あるんですよ、すいません。今日ね、裏方みなともね、来てくれて、はい、裏方みんなと、あと、おとりきさきさん。あ、そうですね、あの、コキ使っていただいて。あ、はい、はい、もう一番コキ使いやすいんで、僕らの視聴者なんで。ありがとうございます。はい、使わせていただきます。で、ちょっと作っていきますか。今日は無水カレーです。ありがとうございます。作っていきましょう。じゃ、ちょっとやりますか。やりましょう。あ、ちょっとやる前にちょっと乾杯しちゃいますか。あ、そうですね。お姉さんいない、いないですけど。あ、いいっすよ。大丈夫、大丈夫、やっちゃいましょう。やっちゃいましょう。偉い組なんで。偉い、あ、こっちに、こっちに。まあ、あの、テントサウナ組はね、楽しんでると思うんで。そうですね。あ、こっちかな、こっちは。こっちはね、買わないからね。そうですよ。それはないよ。それはもう、ちょっと涼まないとダメなんで。それはそう。水分補給。それはそうです。あー、やりましたね。すいません。1個開けますね。あ、はい、1個開けてください。ありがとうございます。うわ、開けます？キンキンです。金玉。金玉です。これ金キンすぎて金玉になってます。じゃあちょっと僕ら先乾杯しちゃいますか。わー、ありがとうございます。あ、じゃあすいません、すいません、じゃあすいません、これは懇親会ってことで。そうですね、はい、先に始めちゃいましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。ああ、言うことないよ。うん、もう帰ります。もう言うことないです。別に、もう別にもう笑ってると思うんで。急にオラオラ。上司組に入ったから。いや、そうです。上司組に入ったからオラオラしてる。もう本当にあいつらやっちゃいます。ガンガンいっちゃいますよ。じゃあ作りましょうか。行きましょう。一番最初にあれですよね、米。そうですね、米が一番多分時間かかるんで。 お米ですね。とめかくん、あれ米研ぎは嫌いじゃない。あ、もう嫌いじゃないです。研ぎに行ってきます。僕とめかくん、じゃあ米研ぎは嫌いじゃない。はい、嫌いじゃないから。あ、誰、網も、虫取り網持ってきたの。有能すぎる。誰ですか。いや、僕が捕まえて、うん、あの、港に、港虫嫌いなんでね。ね、港にプレゼントしようかなと。持ってきたの自分。あ、そうなんだ。え、じゃあ今日虫取りしたかったの。いや、なんかするだろうなって思って。でかっ。
分かってるな。なんで自分につけるのはダメです分かってるわ。でもね、虫の良さを伝えたいわ、港にも。そうね。いやいや、大丈夫ですよ。だから虫の提案したい。害虫、害虫じゃなかったら大丈夫いや、いや害虫じゃないよ、普通に食こよ、普通に、うん、虫はそっちは害虫じゃないじゃない。ひょっとこさんは虫大丈夫なの？虫は絶対にダメです。あ、じゃあちょっと、いや、はい、絶対にダメなんだ。絶対に、はい、絶対につけよう。嫌ですこれどんぐらいかな。これなんかホタルの墓みたいになってない？インサートホタルの墓のおばさん家みたいになってない？これちょっとあの全然与えないやつそう、米聖太さんが抱いてるシーンじゃないネギは使います？ネギは今回使わないです。使わないですね、今回の。あの、はい、キャンプはネギは使わない。ネギは使わないですじゃあ片付きますね夜かな。夜です、ね、夜やった。夜用にここに出してきます。え、なんか宗教ネギの宗教だ。なんか幽霊、なんか幽霊来ないみたいなネギかけとくとじゃあ火起こしときます。お願いします。ちょっと僕洗ってきます。やりましょう。火起こすの僕好きなんですよね。楽しいっすよね。火起こせ。はい。大変じゃないですか。いやでも着火剤ここまであるんで。これはフェア、これジェルですね。あ、いやジェル。ドンキの。これジェルです。はい。これだからあの、はい、いたずらでやります太郎。ああ。太郎の、はい、ジェル着火剤ドッキリ。火をつけてね、ネタバラシ。あ、なるほど。僕今日ヘアセットそれでしたね、ほぼ。マジですか？そのヘアジェルで。じゃあ、火種でいきます？あ、こうこう火種でいけますか？いけますか？これ、ポイントなんですけど、はい、ここに塗るんですよ。で、これちゃんと閉めてください。危ないんで。はい。で、これはなるべく火から離すなるべく遠くに離す遠くに。はい。で、こっちにつけて、じゃあ聖火と一緒ですね。あ、これもついてます。おお、すごい。これは僕今考えました。あ、すごい。わあ、これキャンパーとかに言われるんだろうななんか組み方がどのこのって。そうですね、キャンパーという名の評論家の皆さん、あの、お手柔らかにお願いしますあ、バーモントカレーの CM ですありがとうございます。うちの野菜美味しいんで食べてください、お兄さん。うちの野菜、うちでできたあの野菜めちゃめちゃ美味しいんで。はい、うん。めちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。これすごいです、ね。このまま被りついてもいいぐらいですね。ね、うまそう。あん。あえてる？もしかして。あん。あ。ちょっと、あやぎすぎトマトがでかすぎて、あの、めっちゃ汁が飛ぶんですよ。でかっ見てください。あ、ほら、すっごい。いや、あの、ヘタ取ってるんですけど、ヘタがめちゃめちゃ奥まであって、あ、その、結構取らないと。レンコンみたい。じゃあこれで一回火にかけますか、蓋閉じて。はい、お願いします。じゃあ、みなと、これ、スイカレー。これです。砂だらけのスイカレー。砂だらけですこれ待ちましょうか。なんかちょっと楽しみになってきた。全然できなかったらどうします？一回皮入る。一回いきますか。うん、ちょっと見に行こうよ。ちょっと見に行きましょう。あいつはちゃんとやってないと思うんで。今日は輸入瓶じゃなくてサングラスで来ました。これからテントの設営をしていきます。今裏方もいますので。ああ、準備はできたか？できました。できましたもういいからやってきますよし、行こう。じゃあ、シカス君それ持って。そうね、気をつけてね。ここ傾斜がね、結構あるから。とりあえず中洲まで行きましょう。
今日はカメラマンの清田さんもね、もうガチ機材持って気合い入れてやってきてるんで、一回じゃあ、 中洲の方であの砂利整地しましょう。とりあえず一回あっちまで行って、で砂利整地しましょう、うん。来てくれましたので、今テントはできたんですけど、これからまだちょっとやること残ってるんで全員でやっていきます。であとちょっと紹介し忘れちゃったんですけど、し忘れんないなんですけど、うち の BGM とかを作ってくれたりしております。バンドはピートのスシローさんなんで、よろしくお願いします。Kさんの友達です。ゆえに部下ですはい、なんで、まあ、ちょっとまだ残りあるんでやっていきます。じゃあ行きましょう。おお、マジチーム力バラバラなんで入る多分ね、でかいんだよね。でかいんだな。抜いとけばいいじゃん。へいへいへい、どうしよう。できた？できてんのか？できた？何もやってないじゃないですか。やってるよね。やってるから。味噌キュウ見りゃわかんじゃん。味噌キュウとか作ったよ。うん、あ、でもいいっすね、味噌食べたい。ちょろ。じゃあ、今日はね、ちょっとお友達の音楽家も来てくれてるんですけど、ありがとうございます。よろしくお願いします。うちの音響担当してるゴーストライターです。はいあのサクセス24の音源ありがとうございましたじゃあちょっとね、今日は本当にキサキさんとキャンプということで、はい、ありがとうございます。じゃあ裏方も一緒に。ありがとうございます、はい、サウナ前にですけど、一杯行きましょうか。はじめましてですけど、はい、はい、じゃあ、お願いします。楽しみましょう、乾杯。いただきます。いただきます。はい、もう濁音つくわ。濁音つく。濁音な選びたい僕何が今不安かって、来週普通にスーツでミーティングするじゃないですか。同じテンションで喋れるのかなって不安がめっちゃある。だ、酒飲んで始めました。やりましょう。インしてみるの。インしてみる、懐かしいな。よく出ましたね、インしてみる。全員忘れてましたよ、インしてみるの存在は。あの映画の存在は。インしてみる。宇治原達也。触る。はい。触る。あ、すいません。触らないでください。本当にできてるんですか。カメラ抜きで。いやもう本当に。まあそこはまあない。まあ、オフレコで。いやもう嫉妬してないですよ。変な感じになるよ、こんな密室でさ。いやこんな密室で。だって、いやもう入りましょう。あ、入りましょう。じゃあ行きます。いいっすか、僕。おー、行きます。あれ、2つしかない。無理はしないでください。これが取れ高になると信じております。何秒使われるかは本当に編集次第です。よろしくお願いします。6秒6秒きついです。
本当にそう。やばい。うわ、半端ないわ。こういう日のためにすら働いてるなってありますね。思いますね、マジで。今後ともこういう日を増やすために、いや、引き続き頑張りましょう。よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、手合わせてください。はい、いただきます。いただきます。はい、やんなくてよかったです。これ変な、変ななるから。いただきます。無水カレー。やっぱトマトいるわ。トマトいるわ、うん、これ切る大丈夫。いや、マジでうまい。あ、うまい。でもガンガンで食えます。ガンガンで食べられる。ガンガンで食えます、うん、うん。やっぱトマトの量がえげつないことがわかる。そうですね。うん。いや、でもめちゃめちゃうまい。おいしいですね。え、めちゃめちゃうまいですよね。いや、おいしいです。うわっ、肉やば。肉やば。肉やばいね。え、これ、これはこれ、ちょ、肉です。いや、肉食べれるよ。食べられる。明らかに肉、肉、肉。いやいや、うん、明らかにさっき川に落ちてた。それ残すなよ。葉っぱレースのビリ。いや、絶対やない。あ、すいません、サムネ撮ってもいいですか。あ、OK。 サムネイル、はい、あ、いいですか。いいですか。あ、はい、すいません。サムネっていう、なんか最初に、はい、あの YouTube の最初に出る画像みたいなのが知ってるやろ、さすがに。あ、大丈夫ですか。あれ、出ていいんですか。あれ、もう出ていただいて、もうなんか脱いでもらっても大丈夫です。ちょっとじゃあ、あ、じゃあサムネ撮りますか。あ、じゃあ、はい、お願いします。すいません、ちょっと、はい、はい、ということでね、はい、サムネが撮り終わったんで、サムネ詐欺が終わりはい、終わりました。すいません、ありがとうございます。すいません、すいません、全然なんか食べてないエビとかも出てサンダルで、サンダルで。いや、僕らもなんで。でも僕らスーツじゃないと誰だか分かんないんで。そうですね、あの急に着替えられてびっくりしました。ケイさん、スーツだけ持ってきてくださいって言われて、はい、もうスーツがケイさんと太郎みたいなとこあるんで、まあ、そうですよね、僕らじゃなくても代名詞みたいな、ね、そう、やめな、そのなんかもう取り終わるの待ちみたいな。違う、態度悪いよ。態度悪いな。すっごい悪い。ガラ悪い。ガラ悪いよ。なペラハで一番モテない。トシヤも来てよ。トシヤも来なよ。いいよ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 。だってということで今回、まあお昼の部と、はい、今回夜の部があるんで、はい、動画分けます。2部制です。おお、え、すごい、はい、お昼はこのキャンプ動画で、夜は僕らのあの、まあ、飲み会動画というんですかね。今回ボーナスめっちゃ使ってもらってるんで、ボーナス7割いきます。でも7割のうちほぼが食材なんですけど。そうですね。じゃあとりあえず乾杯で。はい、じゃあ乾杯で。乾杯で。じゃあ夜まで飲みましょう。夜飲みましょう。乾杯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 。お疲れ様です。お疲れ様です。おいっす、おいっす。おいっす。おいっす。